全ての都道府県そうなんですけども、知事の意向も尊重しながら最終的には国が判断をするのはその通りです。はい、先ほど愛知県の大村知事会見をしておられましたけれども、遵守していない、ガイドライン遵守していない店は休業要請、この感染を抑えていかないとですね、さらに冬に向かって、寒い冬に向かって感染が拡大していけば、年末年始の医療機関が弱くなりがちな、そういったところに重症な方が増えてくる、非常に緊迫した状況になってくるということも想定しなきゃいけません。そしてステージ4ということになってくれば、緊急事態宣言が視野に入るということ、これもずっと申し上げている通りでありまして、分科会からそういう提言をいただいているところでありますので、そうならないようにですね、何としてもこの3週間で集中的に対応、対策を強化をして、そして国民の皆さんにも改めて、マスクの着用、手洗い、3密の回避、こういったこと、ぜひとも注意をしていただいてですね、なんとか感染を防いでいく、そうした努力をみんなでしていければと思います。 GoTo トラベルも運用の見直しが必要なのかもしれないというところに入っているんですが、一方で小池知事は、リハイルも含めて国の政策として考えていただかないと困ると、国で判断していただきたいという考えをしています。大臣として GoTo トラベル、東京を見直しするような考えはありますでしょうか。知事の意向も尊重しながら、これ全ての都道府県そうなんですけども、知事の意向も尊重しながら最終的には国が判断をするのはその通りです。ですので、状況もしっかり分析をしながら、国として適切に判断をしていきたいというふうに考えています。